栄ボクシングジム所属、高野智美です。今日は出張占いをしてもらいます。先生たちよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。イエイ。で今回ですね、はい、高野さんにいろいろと聞きたいこと、言ってそれを見させてもらいたいんですけど、はい、どういったことを見ていきたいですか？そうですね、恋愛の方恋愛でお願いしてもよろしいでしょうか？はい、わかりました。で恋愛ということなんですけど、はい、基本的なバイオリズムを見た後に、はい、具体的なことをタロットで見ていきたいと思います。はい、でその後で最後に世界大戦に向けて、はい、ちょっとアドバイスを一言だけ出していただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。まず、高野さんにとってですね、はい、基本ちょっと大事なところを書き込んでいくと、うん、6月の26と2014年が7月の26日、2015年、今年は8月の11、うん、で、来年2016年9月の9日、そして2017年が10月と、まあ、こんなふうなことがあって、もともとこの1987年の6月12日っていうのは、満月生まれなんですね。うん、で、双子座、内面で言ったら蟹座、うん、だからすごくウェットな性格、性質をカラッとしたところがコーティングしてるっていうような感じなんです。明るいところがコーティングされてて、でも本当は内面はものすごくナイブで、そして思いが強いっていうところ。そうなんですね。なんです。で満月生まれの人っていうのはタレント性がすごく高いんです。そうなんですか。人前に出るとか評価されるとか人気が出る、そういうのが強い人が、エネルギーが多いんですね、満月生まれの人だけあって。そうなんだね。そこに双子座ならではのその会話の面白さとか、あとマルチな才能が備わっているっていうようなのが高野さん自身のもともと持っているものです。はい、で今年の8月11日からガラッと運気が変わって、8月11日、はい、来年の9月9日まで続くんですけど、必要なものと不要なものを分けていくっていうようなシーズンに入ってるんです。自分にとって大事なものは何かっていうことを取捨選択していかないといけないっていう時期なんですね。選ぶものじゃなくて人間をですね、人とか思いとかもそうです。そうすると9月9日、2016年9月9日から、2017年の10月までの1年間、ここが先ほど気になってた恋愛の時期です。だいぶ先。嘘。ここですごくいい恋愛とか。本当ですか。はい、ワンクラス上の人の出会いとか、そういったものが期待できるっていうのはあります。ってことは、じゃあ今年終わってから、11月11日終わってから来年の9月までは、まともな人と出会うこと、もうその出会ったとしても、いい人じゃないってことですよね。すごいいいパートナーが現れるって可能性はあるんですけど、ただそれが現れてくるのが11月の9日からなんですね、今年の。今年の？だからすごいですね、先生それ。ここって試合の直前じゃないですか。はい、ですね。意識がやっぱりこう他に行ってしまうといけないと思うので、ちょっとここは押さえておくとか置いておく。うわ、それちょっと聞きたくなかったな。もう常になんかアンテナ張っちゃいますね、それ。いやいやいや、やばいやばいやばい、やばい。それが終わってから、はい、これってまた続くので、11月9日から12月の30日ぐらいまで続くんですね。あ、1ヶ月ぐらいしかないんだ。そうです。だからここでの出会いっていうのが発展して、もしかしたらそこで出会った方と9月9日以降にすごく大恋愛になる可能性があるとかっていうのもあると思います。すごいな、それ。だから11月9日ってのも忘れてください。あ、すいません。はい。はい。そういうような形です。そっか、でも1ヶ月の期限があるんですね。そうですね。金星といって、そういった恋愛の星が入ってますね。自分のいい影響を及ぼすところに。なるほど。はい、では具体的にタロットの方で今度は見ていこうと思います。はい。はい。タロットとかってされたことあります？タロットが一番当たるって聞きました。あ、そうですね。気持ちが出るって聞いて。うん、ですです。うん、で、ちょっと高野さんにも作業をしてもらうところがあるんですけど、簡単です。私がこうやってカードをまとめますので、3回切ってもらっていいですか？はい、トランプみたいに、はい、1回、2回、3回、はい、ありがとうございます。でどちらを上にしたいですか、高野さん？こっち、右です。はい、じゃあカードを展開しますね。はい、はい、ごめんなさい。はい、これがタロットカードの基本的な形なんですけど、恋愛ということで、星の逆位置、
自分が思いもしなかったような相手とのご縁が生まれるっていうことです。だから年下なんてって思ってても実は好きになるのは年下だったりとか、同じ業界の人じゃないと出会いがないなと思っててもその業界以外の人とかっていう結果に、あ、意外な人だ。じゃあ意外な人ですね相手は。全然わかんないな。じゃあワンオラクルといって1枚だけ引いてもらいます。で、私はアドバイスカードとして1枚引きます。じゃあ高野さんこれから1枚選んでください。これじゃあ私はこれです。はい、このカードは自分自身をコントロールしていく必要があるっていうのがアドバイスです。でやっぱり辛い時とか苦しい時顔に出てしまいやすいところがちょっとあるんですね。それはもともと表現するっていう性質を持ってるからなんですけど、だからそこのところをいかに隠すかっていうことが大事です。じゃないとそこをつけ込まれるとやっぱり向こうは感情的になってどんどん、なんですか、乗ってくるんですよ。弱そうな、辛そうだなと思ったら。だからいかに食いしばって我慢するか、感情をコントロールするかってことが重要ですね。でも彼女の方が感情が大きいのに、そこに威圧されてしまいそうになる自分がもしかしたらいるんです。自分の内面と近いので、内面はですね、でも彼女は見えてます。でも自分は隠してるんです。人はつけ込んできますからね、そこに。なるほど、はい、というのが私からできるワンポイントアドバイスでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日は何を拝見しましょうか。仕事運をお願いしたいんですけど、芸能の仕事とあとボクシングの仕事、今後自分がどうなっていくのか、でもしもそれが合わないのであったら早くこう終わらせて、違うまたやりたいことを見つけた方がいいのかとかを見ていただけたらなと思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オーラリーディングっていうその方のオーラを拝見する手法、はい、それからもう一つチャネリングっていうのがありまして、その方のガイドさんからのその答えをいただくっていうその戦術でいきますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあお名前をフルネームで3回お願いします。高野智美です。高野智美、高野智美。ですね、オーラ、まずオーラの色からなんですけど、すごく綺麗なね、エメラルドグリーンに近いグリーンなんですね。で、はい、で緑色のオーラを持ってる方って平和主義者の方なんですよ。その反面、緑っていう色もあるんですけど、それと同時に紫色っていうのもあるんですよ。で、紫っていうのはとても直感力、アンテナが高い、そして精神性がとても高い豊かな方なんですね。で、すごくね、ストイックな、自分をどんどんその紫の今面がとても強く出てはいるんですけれども、自分を高めに高めにっていうところで、ちょっと今ふっと思ったのが、人の言うこと素直に割と聞ける方はあると思うんですよ。ただいろいろな人がいろんなことを言うから迷いっていうのがちょっと今ブレちゃってるんですよ ね、 ありますね、軸が。なので今ちょっと言われてるのは、そのお仕事のことに関してもそうなんですけど、表向きはね、はいはいって聞くのはいいんだけれども、ここ高野さんが何を持ってるのかっていうのが一番大事なので、迷った時はやっぱ一人になる時間っていうのを積極的に作ってください。で、緑持ってる方ってその色のまんまなんですけれども、緑色と相性がいい、その自然とか、なのでちょっと一人になれる時間、ちょっとオンとオフの切り替えというのを積極的に作っていかれるといいですね。あと何か気になることとかありますか？なんか結構いろんな人たちが寄ってくるので、はい、それに真剣に向き合っちゃう自分がいるんですよね、ええ、ノーと言えないから、ああちょっと無理かもっていうのが言えないから、わざわざ自分で何でも時間を作って、じゃあこの日ってこう、その人に 100% を注いじゃうんですよ、全部。それがなんか疲れる。まずこれ一つ、要は余計なものを近づけないっていう意味で、一つ言われてるのは推しを持ってくださいっていうことを言ってます。それこそその何でもいいんです、スーパーで売ってる、500g 何百円って売ってる、ああいう博多の書とかそういうのでもいいので、それをティースプーン一杯分でいいですから、和紙に包んでブラシの中に入れてください。なんか結構友達とかも、元気がなくなったら私に連絡来て、でこう盛り上げるじゃないですか、ありがとう本当に元気になったよつって無事になって、もうげっそりしちゃって、なんかもらっちゃったかなとか思って、塩を持つってことはその和紙の中に入れればいいってこと、そうです。よくティッシュとかいろいろ言われてるんですけど、ティッシュだと汗でも溶けちゃうんですよ。ビニールの袋はどうなんですか？ダメです。
あの結局和紙って適度にこう空気が通るんですね、はい、でビニールだともう一切遮断されちゃうんです。確かに。だから和紙を包んでブラジャーの中に入れる。で、あの片方だけ、あの右左どっちか片方にしてください。でこれ場所によって効果の出方が違うんですけど、例えば、うん、あの癒されたいなとかっていう時は右胸のブラの中に入れる。で元気になりたい、活力エネルギーが欲しいっていう時は左逆の胸に入れる。でそのブラジャーの中に入れた塩は1日1回です。例えば朝あの作って、はい、で出かけます。で夜帰ってきます。そしたら夜帰ってきたらそのお塩はおトイレなり流しなりお水に流して捨ててください。お水に流す、はい、で和紙は普通に燃えるゴミでいいです。あと何か気になることあります？あと、うん、11月11日に試合があるんですけど、はい、それがどういう風になるのか、うんうん、気になりますね。そうですね、あの、まあ、勝ち負け云々っていうのはちょっとチャネリングではわからないんですけど、うん、ただちょっと足気をつけてって言ってるんです、うん、右足のところちょっと、うん、右足をちょっと気をつけてくださいっていうことは言ってるんですけど、うん、あとはあの先ほど言ったその塩風呂とかそういったものでこまめに自分を浄化していけば、うん、集中力も同時に高まっていきますから。ああ集中力欲しいですね今、うん、あのちょっと旅行行くっていうのもいいと思います。気晴らしで。そうですね、うん、一人旅とかあの温泉とかでもいいし、ちょっとこうリセットするっていう意味で、あとはその星空を見るっていうのでもいいと思うんですよ、うん、何かまあちょっと時間的になかなかそれがないっていう場合だったらプラネタリウムとかでもいいので、もともとそのアンテナ高い方なのでそういったものに思いを馳せるとか、うん、そういうのを見るっていうとちょっとある意味自分が空っぽになれる瞬間っていうのが訪れます。でそうするとその空っぽになった瞬間っていうのにストンってこう腹に落ちるっていうんですかね、自分がこう浮いていたものがスッと落ちますし固定されるっていうふうに言ってますから、ちょっとねプラネタリウムとかもいいと思いますよ。都内結構何か所かあるのでよかったら。あります、うん、探してみます。自然とのつながりは忘れない方がいいですね。あ自然は、ね、一番好きですね。うんなんかやっぱりね、ちょっとチューニングしに行くっていう意味でもいいと思いますよ。だいぶ、なるほど。ですけど、ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。はい、今日は何を見ましょうか。総合的な運気を、はい、お願いします。分かりました。時計回りにあの高野様が好きなように、はい、質問を思い浮かべながら。まず健康からお願いします。まず健康から。健康気にしますね。あのちょっとやばいかなっていう時は結構あるので、あと何年生きれるのかお願いします。寿命は基本分かりませんけれども、あの長生きしそうだなっていうのはありますからね。怖いよ。やだよ辛いよ。絶対来世は人間ならないからね。人間嫌なんですか。もう絶対なりません、絶対なりません。私神社に行って必ずお願いするのそれしか言わないんですけど。あ、そうなんですか。無理です。そうでしたか。あのねちょっと無駄が多いみたいですよね。そうなんですよいろいろといろいろとね、いろいろとなんかそぎ落としたいなとか、あのそぎ落としたいなとかね、あの自分の中でちょっと過剰だなって思うようなことが多いんだな、うん、主に人、うん、やっぱりそうですね。ちょっとなんかそのでしょうね、なんていうんだろう、雑音とか、なんかこれもしなければあれもしなければみたいにご自分のことをギチギチに縛ってしまっているのではっていうのがあって、もともととても情熱家で、あの自由人だし素直だし天真爛漫な方なんだと思うんですけれども、素直さが何でもかんでもちょっと、あの取り入れた方がいいんじゃないかとか、あの意見聞かないといけないんじゃないかとか、なんかそういったことでちょっときちきちに縛られてしまっている印象、ご自分で縛っちゃってるというのもありますけどね。お休みとかって取れるんですかね。ないんですよねどっか行ってほしいんだけど本当は。やっぱそういう、まあ、先ほど言ってた温泉だったりとか、うん、癒しと系のところに行った方がいいってことですかね。あ、そうですね、自分の好きなところでいいんだけど海でもいいし、
あのちょっと草原みたいな場所でもいいし、うん、ちょっと深呼吸できるような場所にちょっと行けた方がいいんじゃないのかなっていうのがすごくある。うーん、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、すっきりしました。結構ズバリなことを言っていただいたので、本当に今疲れてるのも多分見えてるんだろうと思いますし、自分の抜き方だったりとか自分を大切にすることだったりとか、溜まってるものを放出していく方法を教えてくださったので、今日からやってみたいと思います。とてもすごく先生たちもこんな夜遅くなのに親身になって私のね、この相談を乗ってくれたので感謝しています。